はようございます。理由も行方も家族には全く見当もつかないおしんの家出であったが、その中でただ一人 K だけがおしんの後を追い、山形の奥深い山の湯でおしんの姿を見つけていた。寒かったろ。とにかくお湯入って、ここの温泉は温まるよ。はい、浴衣と丹前、あ、タオル、これを使うといいよ。いいよ、風呂に入ってる間に逃げられたら大変だからね。今度はどこ行ったか見当もつかなくなっちゃう。朝ごはんまだなんだろ。まあ、とにかく頼んでこようね。座って、この後に及んでジタバタしたって始まらないだろう。よくここが分かったね。誰も知らないと思ったのに。おばあちゃんのことだったら何もかもお見通しだよ。ああ、そういえばあんたにここの話したことあったっけね。まだもう録しないんだね、おばあちゃん。あのこけしだろ。昔の話なんかあんまり話したことないのに、こけしのこと聞かれて、ついあんただけだよ、あんな古ぼけたこけしのこと聞いたりしたの。物に執着しないおばあちゃんがあのこけしだけは大事にしてるのが不思議だったからさ。変な子だよ。あの時山形の銀山温泉ってとこで、おばあちゃんのお母さんと初めて旅館ってとこ泊まって、あのこけし買ってもらったんだよって。どこへも行きたいとは思わないけど、銀山温泉だけは死ぬ前にぜひもう一度行ってみたいって、たったそれだけしか話してくれなかったけどさ、あの時のおばあちゃんの顔、とっても大事なものを思い出してるみたいでさ、銀山温泉って名前と一緒にいつまでも胸に残ってたんだよ。それでさ、まあ、ダメでもともとだと思って、それが見事に当たったんだから、俺の顔もまんざらじゃないよな。でもおばあちゃんが橋の上に立ってるのを見た時は信じられなかった。バカだよ、何もわざわざ追っかけてくることなかったのに。よく言うよ、83にもなって黙って家でなんかしといてさ、みんなどんなに心配してるか。誰が心配するっていうの。おばあちゃんなんか消えちまったって今さら会社が困るわけじゃないし、うるさいのがいなくなってせいせいしてるだろうよ。冗談じゃないよ、もう大騒ぎだったんだから。新しいお店の開店に副社長が顔を出さないじゃ不都合だろうからね。おばあちゃんでも年を取るとそんなにひがみっぽくなっちゃうのかな。年寄りの身の程ってものちゃんとわきまえてるの。ここへ来たことをみんな知ってんのかい。いや、だっておばあちゃんに会えなかったら3枚目だもんな。そうだ、とにかく電話で知らせとかなきゃ。ちょっと余計なことするんじゃないの。だってあんたお腹空いてんだろ、ゆっくりご飯でも食べて。駅弁2個食ってきたよ。黙ってるなんてのはよくないぞ。少しはみんなの気持ちだって。落ち着いたら連絡するつもりでしたよ、おばあちゃんだって。だったら後でかけるよ。おばあちゃん、分かったよ。じゃああんたかけておくれ。当分帰れないかもしれないけど心配しないようにってね。どういうことなんだよ、当分帰らないって。方々行きたいところがあるの。方々ってどこへ。何しに行くんだよ。大きなお世話。そうはいかないよ、少しは年も考えろよ。それに訳もなく。訳はちゃんとあります。だったらちゃんとそれをさ、人に話したってしょうがないの。また人に話すようなことでもないしね。失礼いたします。あら、お孫さんかっす。まあ立派なお坊ちゃまで、おばあちゃまもさぞかし心強くていらっしゃるでした。お坊ちゃまもご一緒にご滞在がっす。今夜はゆっくりして明日帰るといいよ。あら、お帰りがっす。車頼んでくださいました。はい、ただいま参りました。ありがとう、はい、すぐ出ます。あ、この子後へ残りますからよろしくお願いしますね。はい、承知いたしました。出かけるの、おばあちゃん。うちへの電話うまく頼んだわよ。そんなのないよ、俺も一緒に。ちゃんと帰ってきますよ。あんた夜行で来たんだろ、疲れてるんだろうから。待って、とにかく座って。その前に電話、電話。あんな昔話なんかするんじゃなかったよ。誰にも話したことなかったのに。後悔しても遅いの。あ、もしもし、俺、K、父さんいたら出てもらってくれないかな。なんだ、望みにかけたの。本家の人たちには弱いんだよ。父さんに話しておけばみんなに伝わるだろう。あ、父さん、今ね、ここにいるなんて話しちゃダメだよ。おばあちゃんに会えた。ああ、うん、
出てくれ。ややこしいことはごめんだよ。あんた自分で話して約束したろ。ダメだよ、おばあちゃん言い出したら聞かないんだから。ああ、元気は元気だよ。え？ここ？いやね、それも言うなって。え？どうして家出なんかしたりしたんだって。ノーコメント。黙秘権だよ。俺にも何にも話してくれないの。タクシーが来てんだよ。うん、いや、それはね、俺の勘。そんなこと話してる暇ないんだ。とにかくおばあちゃんが無事だってことを知らせておきたくてさ。ああ、ちゃんとできるだけ連れて帰るようにはするけど。大丈夫だよ、俺がついてんだから。もうすっぽんのように食いついたら離れないよ。ああ、そのうち何が気に入らないのか家での理由も聞いとく。ああ、ご苦労様のことだね。ああ、また連絡するよ。しよったって、そうはいかないの。出してちょうだい。あ、ご苦労さん。こんにちは。電話くれたと本当？私外出してたもんだから。忙しくて結構だね。編み物の作品展があってね。うちへ毛糸やレース糸買いに来てくださるお客様も出品してなさるんで、顔出せないわけにいかなくてね。ねえ、ケイちゃん母さんに会えたと本当？ああ。どこで？口止めされてるらしい。一体どういうこと？いいじゃないか、他のことは。母さんが元気であればさ。そうね、ケイちゃんついててくれるなら安心だわ。だけどケイちゃんどうして母さんのいるところが？あんたも知ってたのね。だから黙って出したんだ。いや、私は何にも。ただ金くれって言うから。無駄に使うやつじゃないからさ。やっぱりケイちゃんね、血はつながってないのにおばあちゃんに一番懐いてたから。おばあちゃんも本家や姉さんとこの孫よりケイちゃん可愛がってたから分かるんだね、おばあちゃんの気持ちが。母さんもせっかく家出したって言うのに、あんなのにつきまとわれちゃ家出した甲斐がないだろう。じゃあすぐ帰ってくるわね。だけど帰ったら帰ったでまた一騒動だわ。覚悟の上だろう。母さんは自業自得だからいいけど、私たちまでとばっちり受けるんじゃたまんないわ。ケイちゃんだって風当たり強いわよ。今だって自分たちの娘や息子の出来の悪いの棚にあげて、東京の一流大学へストレートで入ったケイちゃんのこと面白くないんだから。じゃあひとし君だってテイさんだって私たちだって一つ釜の飯を食い一緒に苦しい時代を生きてきたんだ。それを忘れちゃいけないよ。あの子らよかったわ。本当の兄弟みたいだった。おかしいじゃありませんか、ケイちゃんが電話してくるなんて。それものぞみさんのとこへ電話してきたって言うんでしょ。お母さんもお母さんだけどケイちゃんもケイちゃんですよ。するんなら直接あなたのとこへ。それよりどうしてケイちゃんが言ってるのよ。母さんがいるとこ分かってるなら私たちに話すのが筋でしょ。お母さんがお呼びになったんじゃないの。ケイちゃんお母さんのごひいきだから。それにしたってどこにいるかぐらい言ったっていいでしょう。母さんもケイちゃんも一体どういうつもりなのかしら。どうだっていいじゃないか、そういうことは。おふくろも老い先は短いんだ。無事でさえあれは好きなことをさせてやればさ。ケイがついてりゃもしもの時は知らせてくれたし。そうはいきませんよ。お母さんやあなたはそれでよくったって家出された私は立つ瀬がないんですから。もう私がお母さんいびり出したみたいに言われて。他に何か理由があるってんですか。ケイ、あなただけじゃありませんよ。この人だってそう思ってるんだから。私がみんな悪いんです。そんなに私が気に入らないんだったらもうお母さんには帰ってきていただかなくたって結構。テイさんのとこへでものぞみさんのとこへでも初子さんのとこへでもいらしたらいいんですよ。何も今は長男と一緒に暮らさなきゃならないって法律だってないんだし、その方が私だってどれほどすっきりするか。30年も姑に仕えてきて今頃になってこんな情けない思いさせられる。いい加減にしないか。こんなところまで押しかけてきて言うことじゃないだろう。社長、お母さんにこんな仕打ちされて姉さんだって、はあ、困ったもんだ。お袋にも店が大変な時だってこと分かっていそうなもんなのに。そのなんとかってとこまだ遠いの？何しに行くんだよ。知ってる人でもいるの？
いい気なもんだね。おばあちゃんの家出のおかげでみんながどんな不愉快な思いしてるか分かってるの？嫁と姑の折り合いが悪かったんじゃないかって。そんなこと言われたら道子おばさんだって浮かばれないだろ。バカバカしい。誰がそんなくだらないこと。そういうもんなの世間の目ってやつはさ。千代おばさんなんかそう信じてるんだから。呆れた。私がそんなことでくよくよする女だと思ってんのか。道子は仁の奥さんだよ。仁とさえうまくいってそれでいいじゃないか。おばあちゃんがとやかく言うことじゃないんだから。だったらちゃんとそれをさ、じゃなきゃ家庭葬儀にもなりかねないんだよ。うん、旗迷惑もいいとこだよ。ああ惜しかった。じゃあやっぱり新しい店出すの反対だった。そうなの？そんなこと言ってんのもいるのかい。違うの？反対だからって飛び出しちゃってどうしようもないじゃないか。だったら何も当てつけがましく新しい店の開店の日にわざわざ出てくことないだろう。ごちそうさま。お代刻置きますよ。はいはい。あ、やっぱりまだ雪深くて奥さんのおっしゃる村まで行くのは無理だな。じゃあこっから歩きましょう。冗談だべ、エホダな格好で。それによ、あの村はとっくに廃村になってよ、誰もいねえんだから。そう、誰もいないの。とっても暮らせるとこじゃ。仕方ないわね。じゃあ明日もう一遍出直しましょう。ちゃんと歩ける用意をして。道は分かってるんだから。道はよく分かってますから。とても奥さんの足じゃ無茶だべよ。雪道は慣れてますよ。でもよ、まあこの橋もこんなに立派になっちゃって、あの頃は頼りない吊り橋でね、風が吹くとゆらゆら揺れておっかなかった。どうしてそんな村へ行きたいの？子供の頃も雪が多くてね、子供の足でも歩けないことがあった。この年じゃやっぱり無理かもしれないね。どうしても行きたいの？よし、じゃあ俺が連れてってやる。おぶってでも連れてってやる。あんたみたいなひよひよしたのが冗談じゃないわよ。見損なわないでほしいな。これでも中学高校と何十キロってリュック背負って何度も雪山登った男だよ。おばあちゃんぐらい朝飯前だよ。どうしても行きたいんだろ？そのために来たんだろ？おばあちゃんのためだったらええやこらだよ。なぜ雪深いその村におしんが執着するのか K には分からなかったが、おしんの思い詰めた表情に K は熱いものを覚えていたのである。